Jdeme dalej. からキュービを引き出し、木の葉を潰す。さあ、出てこい、キュービ。相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。さすがは先生。だが今は俺の方が早い。私はしない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。Jdeme. Ale na opačnou stranu teďka hrajeme. お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。ここで時間を食っていては里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなくては。俺を相手にそれができるとでも思うのか。なぜ木の葉を狙う。言うなら気まぐれである。計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。一体何を。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。どうせ何も知らぬまま。どうした四代目。お前の力はこの。里が気になるか。それとも子供が気になるか。いずれにせよ、戦いに集中できないお前はここで死ぬ。
未来神ニノダンだよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者、やりようはいくらでもある。野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは自里の復興に目が向けられるはず。なるほど、その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。湊先生、こんなとこ、こんな世界は。どうでもいいんだよ。Takže další část Rojeta. Tak zatím, čusák.